今回はダイソー100円商品ブルー LED マスをご紹介します。ダイソーとはいえマウスで定価100円ってめちゃめちゃ安くないですか。マウスだけにパッケージもマウス、かわいい。 e コアという会社名が書いてあります。そしてメイドインチャイナ。裏面はこんな感じ。説明書になってます。特徴はパソコンに挿すだけの簡単接続、ブルー LED がマウスの透明窓から光りますとのこと。薄い袋に包まれてます。箱の中身はマウスだけ。小さくて丸っこい感じ。ケーブルはとても細くて 1.1 メートルあります。あ、透明の部分から中の基板が透けて見える。押し心地はまあそれなり。すごい小さくて手にすっぽり。パソコンに挿したらすぐつきました。簡単接続。部屋を暗くしてみます。おー、綺麗。かなり明るく光ってます。ただ光るのを消すことはできないので要注意。真ん中のホイールからも光が透けてるのがかっこいいですね。ネジは一つ、すぐに外れます。カパー。中はすごくシンプル。ホイールはこんな感じでついてるんだ。道理で動きが悪いわけだ。 LED は1個ですね。真ん中のチップの足は12本足になってます。値段的にスイッチ類はオムロンとかではなく、おそらく中華製の無名ブランドだと思われます。基板の裏側はこんな感じ。やっぱりシンプル。ハンダの跡とかは特に雑って感じはしないですね。それでは戻していきます。ネジ1本なんですごい簡単ですね。好みで重りを入れたり LED を追加するのも面白いかもしれません。ロジクール G300SR と大きさを比較していきます。 G300 も小ぶりなタイプなんですが、ダイソー100円マウスと比べると大きく見えますね。ダイソー100円マウスは手の大きい方には使いづらいかもしれません。いろいろ見てきましたが、単純にマウスが100円っていうのはすごい安いので、マウスが壊れてしまったり急遽必要になった時に代用として使うにはいいのではないでしょうか。まあ本音はレーザーのマウスが欲しいですけどね。